ってことで、またね天気がいいので乗り出してますけど、いやね4月半ばだというのにめちゃくちゃ暑いっす。今日は東京は26度ということでね、夏日っすよね。最近あったかいとは思っていたけど、ここまであったかくなるとはね、思ってなかったっすけどね。まあバイク日和ということでね、今日もバイクで飛び出してきましたけど、ロクダボもね、まあ半年ぐらいねちょっと寒い間は乗ってなかったんですけど、半年は言い過ぎか、去年末ぐらいにこのトゥースのねマフラー交換して、それからだからまあ4ヶ月って感じかな。まあでもそれでもね本当調子が落ちることなくね、ノーメンテだったんですけどね、本来だったらねバッテリー外して冬眠させるっていうねことをやるんですけど、それすらもやらなかったんですけど今回は。いやさすがホンダ車といったところでしょうか。さて今日はですね、前回のね動画でもちょっとお話ししたんですけど、バイクウェアがねずっと更新してないんで、ちょっと串谷の方にね、今から行こうかなと思ってます。久しぶりだな、もう串谷も2年ぐらい行ってないですからね。暑い、止まると暑いな本当に。これは夏ですよ。出まして、だいぶこのねこれも串谷のジーンズなんですけど、非常にねデザインが気に入ってるんでね、結構バイク乗ってない時もね着ちゃってて、だいぶ下手っちゃってるんで、まあ、ちょっともう一本ね予備として欲しいなというところなんですけども、涼しいジャケットね、このジャケットねすごい着やすいんですけど、走ってる時はね風が通っていいんですけど、普通にバイク降りた時にね結構熱がこもるっていうか、このジャケットね、パーカーみたいなやつなんですけど、ちょっとそれがね、涼しめの何かライダージャケットあるといいかななんて思ってるんですけど、でグローブはねまあこれ頑丈なんでねまだまだ使えるかなっていうことで、で なぜかねタッチセンサー、スマホのねタッチこれ対応してないはずなんだけど、なんか効くようになっちゃってて、今なんでですかね、皮が薄くなってきて、あれかな、皮膚の静電気が通るようになったっていうことなんでしょうかね。普通にタップできるんでこのグローブで、非常に便利にね使ってますね。なのでグローブはまあもう1年ぐらいは全然いけるかなっていう感じでね、いや長持ちしてるよなこれ。これだって GSX-S7半乗ってる時に購入したやつっすからね、いつだっけな、2019年とかじゃないかな、もう4年ぐらい経つんですね、 YouTube 始めてから早いもんだ。ここはね三鷹の東八通りを今走ってますけど、この先にはねナップスとかがあって、串谷もねこの通り沿いにあるんですけど、ちょっと U ターンしなきゃいけないんで U ターン路まで行きますけど、
よいしょ。この先行くとね、ドンキホーテがあって、その交差点のところにナップスもあるんですけど、よいしょ、出てましたね。あの継続したデザインもね、まだ3年経ってますけどありまして、結構ねやっぱ串谷のデザインは普遍性があるなと思いながら店内ねちょっと見て回ってたんですけど、ですね、ワークパンツね、ちょっと購入しました。これねすごいコーデュラのジーンズでね、これ3年ぐらい履いてるんですけど、まあ、これなんかすごい良くて着心地が、やっぱこういうカットもねちゃんとバイク乗るように作ってあるのか、非常にあのこのパンツが良くてね気に入って着てたら、まあ結構コーデュラ丈夫とはいえメタメタになってきたんで、2本目ということで購入しました。今回はジーンズ生地じゃなくて、ちょっとなんていうのデニムじゃないやつ、なんつったらいいんですかね、あれワークパンツのやつねにしてみました。裾上げもねちょっとお願いしたんで明日の引き取りになるんですけど、またちょっと履いてね、バイクへ乗ってお話できたらなと思います。ジャケットはねちょっとねこれから暑くなるっていうことを考えて、まあ、メッシュ系のやつを見てみたんですけど、まあ軒並み3万円以上4万円ぐらいが4万円前後のねものが結構多くて、すぐ決めるにはちょっとね決断ができませんでしたね。とりあえず今着てるこのねこのジャケットもねあのまだ継続デザインみたいで色は変わってましたけどあるみたいなんでね、まあ、ちょっとサイズ感がね僕もうちょっと痩せないとね、ここ2年間ぐらいでちょっと太ったっぽいんで痩せないといけないかなっていう感じではあるんですけど、まあその戒めも込めてねちょっとジャケットは今回スルーしました。あでも串谷落ち着いてていいっすよね。若干値段はね高いような感じはするんですけど、あの気に入って長く使えればねその分買い替えなくて済みますんでね、まあ3年4年着れれば非常にいいものなんじゃないでしょうか。しかし今日は暑いな本当に。さあパンツも買ったしね、新しいバイクウェアを着てねどこ行こうかなって感じですけど、今年のゴールデンウィークねどっか皆さん予定はお決まりでしょうか。僕は決まっていないです。いやまあとりあえずね走り始めとしては奥多摩ぐらいが定番なんですけど、まずは奥多摩行こうかな。で豆腐ドーナツでも食べて、大河内ダムのね、ダムカレーを食べて、周遊道路をね流して、帰りはデモデダイナーでハンバーガー食べてっていうパターンかな。
とこの暖かい空気をね、感じるとね、非常にバイクの季節だなって感じしてきますね。いよいよ今年もバイクのシーズン到来ということで、楽しんでいきたいと思います。よいしょ、はいはいはい、よいしょ。我が母校ですからね。一平そばめちゃくちゃ食べましたね。一平そばもよくね、近くに小金井公園っていう公園があるんですけどね、そこにバイクみんな止めてて、まあ、本当は行けないんですけどね、当時はまだそれこそ20年前か、もう早いな。僕が乗ってたのはね、ホンダの SL230 っていうね、まあ TW とかね流行ってた時でしたけどね、モトショップ五郎っていうところでねカスタムして、ウインカーとかね変えてたんですけど、まあウインカーはね何回か取られましたよね。あるあるです、あるあるですかね、どうなんでしょう。改造パーツをよくね取られるっていうね現象が当時ありましたけどね。いやー、年を取ったもんだということでね、今回の動画はねこの辺で終わりにしたいと思います。それではね、次の動画でまたお会いしましょう。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。じゃあね。本当に暑い、本当に暑いぞ。今年の夏は暑くなりそうですね。